宮市内ではですね、町の至る所でそういった花の飾りを持った女性をよく見かけます。都大会でのイベントの練習に使うということです。태어나서처음으로맞이하게되는단대입니다온스님앞에서하는행사에서자기언정열을다바치36年ぶりの朝鮮労働党大会をあさってに控え、北朝鮮の平壌では市民らが踊りや行進など祝賀イベントの予行演習をしています。党大会については6日に開催されること以外一切明らかになっていません。こちらはですね、北朝鮮で初めてとなる兵器工場の跡地なんです。去年12月に金正恩第一書記がこちらを訪れ、我が国は1丁の銃から水爆まで保有することになったとアピールしました。金正恩第一書記は去年12月、ここで水爆の保有を宣言していて、国外に向け改めて核保有国としての立場を強調する狙いがあると見られます。